はい、皆さんこんばんは。それでは今回はですね、こちらのニコロデオンオールスターブロールというね、アクションゲーム、2D アクション格闘ゲームみたいなものをね、やっていこうと思います。まあ、やっていけばわかるのですが、まあ、スマブラみたいなね、ゲームですね。今回はね、こちらのアーケードモードでやっていきたいと思います。アーケード、まあ、このゲーム、ニコロデオンっていうアニメ制作会社なのかな。このね、有名なところで行くと、スポンジボブとか、ミュータントタートルズとかね、そこら辺のキャラクターの、アニメを作ってる制作会社のキャラクターがね、いろいろと出てくるような、スマブラ風の格闘ゲームなんですよね。今回はね、こちらのスポンジボブでやっていきたいと思います。で、難易度なんですけど、ちょっとね、今回は、とりあえずイージーでやっていきたいと思います。タイマーはオフでいいかな？それではね、最初の試合。エイプリル・オニールさん。まあ、これは、ミュータント・タートルズで出てくるね、記者さんですね。他の惑星では、ドアノブを舐めると捕まるよ。ニュースは決して負けないわ。で、このキャラクターごとに、それぞれね、よいしょ、その特性というか、キャラクターをモチーフにしたいろんなね、技を使いたいできるんですよね。よいしょ、ほら、結構、待って待って、よいしょ、まあ、弱攻撃とかね、強攻撃とか、あとは特殊攻撃なんかがあったりして、よいしょ、失敗、当たんない、あ、失敗した、よいしょ、当たんない当たんない、よいしょ。で、下のね、パーセントが、溜まっていった時に吹き飛ぶと相手をね、倒すことができます。あ、まあ、コンピューターなのでね、結構いたー自滅なんかもしますよね。よいしょ。待って待って。一番最初の試合から結構沼ってるぞ。よいしょ。あ、間違えた。まあ、結構ね、アナログのジョイスティックでやってるので、また当たっちゃったよ。ボタンのね、ボタンっていうか、あれか、方向キーの入力とか間違えちゃうことあるんですよね。あ、外した。あぶねえ。あ、投げられた。あとは当然ね、投げとか、ほらで、ガードとかがね、あるんですよね。ほら、痛い痛い、あぶねえ。よいしょ。あとはこのマップごとのギミックなんかもあったりして、よいしょ。ほら、まあ、基本的にはこうやってね、敵が登ってきたところを強攻撃当てていくっていうのが一番簡単な倒し方になるのかな。次はね、この恐竜、レプターと戦っていきましょうか。このステージはなんだ？あ、これすごい難しいステージだ。このね、足場がないっていうか、これが足場なんですよ。この障害物が。よいしょ。で、しかもね、これ、乗っていると、だんだん落ちちゃうんですよね。待って待って。ほらー。よいしょ。あ、嘘、今掴めなかった？まあ、イージーなんでね。ほらー。よいしょ。痛い痛い。あぶねー。イージーなので、こちらのストックは、4つ最初あってね。よいしょ。向こうのストックは、2個しかないんですよね。で、このステージは、あんまりこう、戦いに集中できないようなステージで、よいしょ、とにかく、落ちないようにね、していかないといけないんですよね。遠距離攻撃なんかがすごい強いかもしれないね、このステージは。当たんない。ほら。食らえ。よいしょ。
あ、これ反対側に行くんだ。ここまでやったことない。あ、やばいやばい、落ちる落ちる、危ねえ。画面から見切れるとね、当然アウトなんでね。次はサンディですね。でサンディは空手が得意なディスなのでね、結構近接戦が得意なんですよ。なので、まあ、近づかれないようにこうやってね遠距離で攻撃していくと簡単に倒せるんですが、まあ、めんどくさいのでね。よいしょ、あ、いた。結構この弱攻撃とかがね速くて強いんですよね。よいしょ、あ、いた、たたたた、いてほら、くらえー、よーし、あ、はず、あ、でも倒した倒した、よし、あと1個、何、外したぞ。よし、オッケー。もうダッシュからの強攻撃が連続で当たるのがね、最初のうちは結構当たるんですよね。相手のこのパーセンテージが増えてくると、なんだなんだ?なんか高速で移動しだしたぞ。場所が、マップが変わったのか。よいしょ。ほら!結構パーセンテージが増えるとね、吹き飛びやすくて当たらなかったりするんですけども、で次はね、どうしようかな。ここの方が戦いやすいから、こっちで戦おうかな。このなんか奈落みたいなステージはね、あんまり ギミックがね少なくて戦いやすいんですよね。オーソドックスなステージなのかな。このよいしょ、周りのねところは結構いろんな、なんかこう今みたいな飛んできたりとかするんですけど、なんか特にね関係なさそうなんですよね。いた、あた、外した。ほら、うんーやー、くらえ、あ、外した。オッケー、よし、あと一つ。あばい、イマジネーション、これは当てづらいんですよね、結構ね。結構ね、このスポンジボブの強攻撃はやばいやばい。範囲がね、狭いんですよね。ほら、あ、逆向きだった。危ない。よし、オッケー。はい、次は、お、ミュータント・タートルズからミケランジェロですね。やっていこう。確かこいつはピザを投げてきたような気がするな。ゴーニンジャーゴー。でこのステージ、これはね、スポンジボブで出てくる、グローブワールドっていうところですね。外した。よいしょ。あれ全然待って、攻撃当たってないよ。よいしょ。あ、自滅してくれたな。よいしょ。あれはい。まあ、よしとしましょう。あ、次はね、どうしようかな。ガーフィールドと戦っていきましょうか。まあ、ガーフィールドはね、猫のキャラクターですね。これも結構人気なアニメだと思うんですよね。こんな日が来るなんて夢みたいだよ。バワーバワーバワー。よし、戦っていこう。で、ここの、あ、なんだなんだ?よいしょ、あんまりこいつ戦ったことないな。ててててて。何?避けた。ほら。で、このステージはね、すごい狭いんですよ。なので、上に吹き飛ばしても、よいしょ、すぐには飛んでかないんですよね。ほら。あ、まあ、こっちの方までね、吹き飛ばせれば、あ、ミスったな。操作間違えたな。いてぇ。まあ、コンピューターなので操作間違えたっていうか。よいしょ。ほらー。
ゴーやっはっよいしょー外したか食らえ何当たらんこの空中のイマジネーションが全然当たんないんだよなよしおらーよしオッケーで次が、最終ステージですねこれはジムかなんかエイリアンみたいなキャラクターですよね見たことあるような気がするんですけど常に心の声に耳を澄ますんだ心が方向音痴じゃないならね敵のお出ましだぞガー、まあ、どう考えても悪役キャラなのかな主人公っぽいですけどねこいつねよいしょほら食らえあ逆向いてるよいしょ何今当たらなかったのかやばい混乱だ混乱よいしょあー食らえあ失敗よいしょもう一丁食らえ何掴めないだと食らえあーかなりいい試合してるぞあ間違えたよいしょあ当たらんあやばい普通に負けちゃったよし OK ふうよしこれで負けあとは普通に勝ちたい。よいしょ。さすがに、2回はね、死にたくないですね。よいしょ。あ、間違えた。くらえ。ほら。来い。間違えた。やっぱ、つかみは狙えない、狙いづらいな。ここまで、ある程度ね、やっぱ、ステージが、後の方になってくると、コンピューターもね、上手くなってくるのでね、よし、でもなんとか勝てましたね。じゃじゃーん。はい、ということで、今回はね、ニコロデオンオールスターブロール、まあ、オールスター大乱闘みたいなね、そんなゲームを遊んでみました。まあ、このゲームね、実は今すごい、大セール中で、ついついね、買ってしまったので、試しにね、遊んでみたら、意外とね、面白かったんですよね。ただし、これね、オンラインゲームもあるんですけれども、全然ね、マッチングとかしなかったので、多分、プレイヤー数とかは、当てにできないっていうか、非常にね、少ないんじゃないでしょうかね。ということでね、今回は、ニコロデオンオールスターブロールというゲームを遊んでいました。皆さんお疲れ様でした。さようなら。